秋といえば食欲の秋、大気シャトル役の大坪ゆかです。ウマ娘プリティダービーの出演キャストが私のね、ちょっと似てるな、そう、大気シャトルバージョンね、ウマ娘プリティダービーっていうから再現するっていうあれ電車で鳴ると大変だから最初のオーディションの時のこととか覚えてる、うんうん、最初のオーディションの時、うん、テープオーディション、あ、私もテープだった、ね、だった、うん、テープでスタジオオーディションなくて、うん、もうテープで出したら、うん、はい、待機シャトルですみたいな、そうだったんだ、最初から、え、待機だけ、あ、待機と、うん、まさかのメジロマックイン受けてる、そうなの、そう、なんとかですわって言ってたそう、ハウディーみたいな、そっちだな、そっちやなってなって、私もね、やってて、あ、こっちかもしれないなんかあのゲーム収録の時の話なんだけど、うんうんうん、はい、待機シャトルってすごく、うん、あの片言英語みたいな、うん、英語みたいな、英語ありがとうございますみたいな、うんうんうん、ずっと言ってて、うん、で、あの、ありがとうございますの時もあれば、うん、サンキュー、サンキューですみたいないろんなバリエーションあるんで、そう、いろんなバリエーションあるんですけど、うんうん、なんかそのサンキューっていうのがすごいテンション高く、うん、思いっきりやりすぎると、うん、すいません今パンサーの尾形さんになってしまいましたサンキューコミなっちゃいますっていうディレクションがめちゃめちゃ何回かあって、そう、あまり強くサンキューって言いすぎるとどうしても陰にパンサーの尾形さんのこの全力のやつが頭の中ポンポンって浮かんでくるっていう、確かにそう、まあ、それをね、乗り越えて、うん、今ちゃんと良くなるのに待機シャトルのね、サンキューがちゃんと届いてる私からこちら、でで、うん、そこそこ食いしん坊な話好きだなーって、食いしん坊話ですよ、うん、はい、まあ、私自身ね、ちょっと食いしん坊なんですけど、うん、あ、これスキルの方じゃないですよそう、栄養補給かね、食いしん坊かはい、結構食いしん坊で、うん、でこういうご時世になる前に牛丼を、うん、テイクアウトして、で好きなお店が一駅前、自分の降りる駅の一駅前の駅にしかなくて、うんうん、あ、じゃあ一駅ちょっと買ってテイクアウトして歩いて帰ろうって思ったんですけど、うん、どうしても我慢できなくて、うん、もうまさかそう、歩き牛丼まさか歩きながらほかほかの牛丼を食べて、でもすれ違う人すれ違う人がもうすごい見てくるどうやって、いや、もう箸で、そうそう、箸で、箸で、変だよこうやって食べながらで、なんかちょうど今ぐらいかな、10月ぐらいだったんで、うん、いい感じに湯気がすごい、うん、みんな食べたくなるけどかっていう感じで、これはなんか自分自身今ここなんか誰かに写真でも撮られたら、うん、大変なことになるぞって思いながら我慢できないんだそう、ちなみにネギダクツユダク派です